皆さんこんにちは。スマホのコンシェルジュです。今回はバッテリーストレージの節約に関する誤った認識4選過角の節約設定はダメについて説明してまいります。スマホは搭載されている機能が最適に動くように設定されて販売されています。バッテリーやストレージの節約を重視する設定に変更すると スマホが本来持っている機能を阻害してしまう可能性があります。設定を変更することで、どのような弊害が発生するかを正しく理解して、スマホをより快適に使っていきましょう。スマホのコンシェルジュの YouTube チャンネルでは、スマホの基本操作から不具合時の対処方法、スマホとパソコンの連携など、 スマホやパソコンに関する動画を多数配信しております。ぜひそちらもご参照ください。またぜひチャンネル登録もお願いいたします。それではまずはじめにアプリのバックグラウンドデータのオフについて一緒に確認していきましょう。バックグラウンド通信のオン・オフは普段の通信環境や利用しているアプリによっても オン・オフが異なります。バックグラウンドデータを適切にオフにすることで、スマホの反応速度が速くなる場合もありますので、その点についても一緒に確認していきましょう。バックグラウンド通信が行われる主な目的は3つあります。1つ目は最新情報の取得及びアプリ上での情報更新になります。 特に更新頻度の高い SNS 系のアプリはバックグラウンド通信が行われる頻度も高く最新情報を事前に確認したり表示速度を上げるために必要な更新情報を事前に入手したりします二つ目はアプリの新機能、不具合、コンテンツの更新になりますアプリの脆弱性や不具合等の更新はもちろんですが アプリ上で表示されるコンテンツの更新などもバックグラウンド通信で行われる場合があります。三つ目はアプリにもよりますが、位置情報を含めた許可された情報の取得をするためにバックグラウンド通信が行われます。事前に情報を取得することで表示する情報を準備したり、必要に応じてダウンロードしたりします。このように バックグラウンド通信が行われる主な目的がわかると非常に重要な機能であることがわかります。バックグラウンド通信は通信環境、端末性能、端末内のアプリ数の影響をかなり受けるという点について一緒に確認していきましょう。バックグラウンド通信を行う上で一番重要なのは通信環境になります。 バックグラウンド通信の設定次第で通信料金にも少なからず影響してきますので無理のない状態で最適なバックグラウンド通信の通信設定をしましょう半日以上自宅や職場で Wi-Fi に接続可能な場合にはバックグラウンドデータオフを選択するようにしましょうバックグラウンドデータオフでも Wi-Fi 接続中であれば普通にバックグラウンドで通信 更新が行われます特に重要なアプリで瞬時に受信したい場合にはバックグラウンドデータオンにすることをお勧めいたしますまた Wi-Fi に接続する環境がない方はバックグラウンドデータオンになっていることをご確認くださいこのようにバックグラウンド通信は通信環境で設定が変わりますのでよく考えてからオンオフを選択することをお勧めいたします バックグラウンド通信で覚えておきたいポイントが2つあります。1つ目は、バックグラウンドで同時に通信・処理できるアプリ数は端末の性能によって大きく異なります。一般的には同時に処理できるプログラムの数は20個程度で、アプリ数で表現すると2つか3つのアプリになります。アプリ数が多いほどバックグラウンド通信や処理のタイミングが増え、 絶えずバックグラウンドで通信や処理を行っている状態になります。電車が混雑すると遅延しやすくなるように端末の反応や動作が遅くなりますのでその点には注意するようにしましょう。通信環境を考慮した上で快適にスマホを使う方法として先ほどバックグラウンドデータのオン・オフについて説明をしましたが 利用していないアプリを削除することが一番良い方法になります。アプリの数だけバックグラウンド通信や処理が必要になりますので、アプリを削除するとその処理数を確実に減らすことができます。また、アプリは削除しても基本的にはデメリットがありません。アプリを削除することに抵抗感がある方が多いようですが、アプリは必要になったら いつででも再度インストールすることができま,すまた一度アプリを削除しても登録した会員情報などは無効になりませんので再インストールしてサインインをすると以前と同じように利用することができます。注意点としてはダウンロードしたデジタルコンテンツ LINE のメッセージゲームデータなどで端末内にしか保存できないものは削除されてしまいます。 そのため再度アプリをインストールしてもデータが復旧できない場合もありますのでその点はご注意くださいデータの復旧が可能かどうかはサービス提供者側のサービス内容次第になります基本的には復旧できるサービスが大半になります最後にアプリを削除すると不要なデータキャッシュなども同時に削除されますので端末の空き容量が増えるのはもちろんですが 処理できなかったデータや正しく保存できなかったデータも一掃されますのでアプリの反応が早くなる可能性がありますそれでは実際にバックグラウンドデータをオフにする方法について一緒に確認していきましょう繰り返しになりますが自宅や職場で Wi-Fi に接続する機会が半日以上ある場合にはメールやメッセージなどの 重要なアプリ以外はバックグラウンドデータをオフにすることをお勧めいたします。モバイル通信の使用量及びモバイル通信利用時の端末負荷を軽減することができます。まずは端末内より設定アプリを探してタップします。設定の詳細画面が表示されますので、2のアプリをタップします。アプリの詳細画面が表示されますので、3の 123個のアプリをすべて表示をタップしますすべてのアプリの詳細画面が表示されアプリが一覧表示されます今回は例として一番上に表示されているアシスタントをタップしますアシスタントのアプリの詳細画面が表示されますので丸 ⑤ のように画面を下にスライドします モバイルデータと Wi-Fi という項目が確認できるかと思いますので、06のモバイルデータと Wi-Fi をタップします。モバイルデータと Wi-Fi の詳細画面が表示され、07のバックグラウンドデータがオンになっていますので、バックグラウンドデータをタップして、08のようにオフにします。以上でモバイル通信を利用している場合に、 アシスタントアプリがバックグラウンド通信を行うことができないようにします。それでは同じように LINE 等のメッセージアプリや Gmail などのメール以外のバックグラウンド通信をオフにすることをおすすめいたします。モバイル回線と Wi-Fi 利用時インターネット回線を比較すると基本的にはインターネット回線の方が通信速度が速いため インターネット回線接続時にバックグラウンド通信を行う方が早く処理することができますそれでは次にキャッシュの削除について一緒に確認していきましょうキャッシュはスマホの通信量の削減、バッテリー節約、表示速度の向上に絶大な力を発揮しています一方で不具合が発生しやすいという事実もありますので その点も含め一緒に確認していきましょう。キャッシュとはアプリ内で利用した画面内容、コンテンツを端末内に保存しておく機能になります。アプリは画面内容を表示するために文字や画像などのデータを一旦端末内にダウンロード、保存してからその画面を表示しています。そのため、 画面内容を表示するたびに、データをダウンロードして表示する必要があります。ただし、同じ画面内容を表示するたびに、何度も同じデータ、文字や画像などをダウンロード・保存して表示すると、通信量や時間がかかり、効率的とは言えません。この同じデータのダウンロードを省くことができるのが、キャッシュになります。 不要意にキャッシュを削除してしまうと同じ画面内容を表示する際に再度テキストや画像をダウンロードして端末内に保存してから表示する必要があるために通信量と時間がかかります。またキャッシュの中にはアプリを構成するアイコンやバナーなどのデータも含まれるため再度ダウンロードしてくる必要があり表示速度が遅くなる場合があります。 このように、キャッシュは表示速度の向上と通信量の削減に絶大な力を発揮している、円の下の力持ちのような存在になります。それでは次に、キャッシュと混同しやすいクッキーについても一緒に確認していきましょう。クッキーはアプリ内で利用したデータ、個人情報を保存しておく機能になります。 アプリにサインインしてアプリ内を移動するにはそのサインインが認証されたというスタンプがクッキーに保存されスタンプがあるためにアプリ内を移動することができるようになります。ショッピングサイトで商品をカートに入れた場合も商品 A と商品 B を追加したという情報がクッキーに保存されアプリ内を移動してもカートに追加した商品がクッキーに残っているために カート内にある商品を確認することができますクッキーは4キロバイト以下のテキストデータ文字数は一般的に1000文字から2000文字程度になりますクッキーはサービス提供者側が利用者にとって便利になる情報を利用者側の端末に保存させることで利用者ごとに必要なサービスを提供することができる 仕組みになりますクッキーの一般的なデータは先ほどの認証済みのスタンプやカートに追加した商品情報、名前、住所、電話番号、年齢、性別などが保存されます。クッキーを削除してしまうと保存されている情報が全て消えてしまうため、再度サインインやカートに商品を追加する必要があります。 新しくアプリやサービスを利用する場合には事前にいろいろと必要情報を入力するのはこのためになります。このクッキーがないと利用者の好みに応じて情報を提供することが難しくなります。それではキャッシュやクッキーについて覚えておきたい点をまとめてみましたので一緒に確認していきましょう。キキャッッシュはクッキーが最大で 4KB のデータしか保存できないのに対して画像データなどもあることからアプリ提供者側の使用次第にはなりますが数百メガバイト以上になることもありますまたデータ量が大きいため通信環境などで正しくデータが保存されない場合もあり不具合の主な原因の一つにもなります同じコンテンツを何度も見ることが少なく 端末性能や空き容量ににに課題がある場合には、キャッシュの削除も有効なな手段になります。ただし一時的に有効な手段ではありますが根本の解決にはなりませんのでその点は覚えておきましょうアプリを立ち上げても画面が白くなったまま動かない何も表示されない場合にはキャッシュが原因の不具合である可能性もありますのでまずは キャッシュの削除をしてみることをお勧めいたします。サインイン、ログインがうまくできない、継続されない、カートに商品が追加できない場合には、クッキーが原因である可能性が高いため、クッキーの削除をしてみることをお勧めいたします。スマホが遅くなってきた場合に、キャッシュを削除するという対処方法をよく見かけますが、一時的な手段としては有効ですが、 あくままで応急処置になります根本的な原因としてはアプリ数が多いメモリーの劣化等が原因になりますのでアプリの数を減らすなどの根本的な問題解決をするようにしましょうそれでは不具合時の対処方法としてキャッシュを削除する方法についても一緒に確認していきましょうまずは端末内より ① 1の設定アプリを探してタップします。設定の詳細画面が表示されますので、② 2のアプリをタップします。アプリの詳細画面が表示されますので、③ の3の123個のアプリをすべて表示をタップします。すべてのアプリに関する詳細画面が表示されますので、④ 4のように画面を下にスライドします。 今回は例として YouTube アプリを使いたいと思いますので、丸 ⑤ の YouTube をタップします。YouTube アプリの詳細画面が表示されますので、丸 ⑥ のように画面を下にスライドします。⑧ のストレージとキャッシュという項目が確認できるかと思いますので、ストレージとキャッシュをタップします。 ストレージに関する詳細画面が表示されますので、08のように画面を下にスライドします。キャッシュが558メガバイトと表示されているのを確認することができます。こちらのキャッシュを削除したいので、09のキャッシュの削除をタップします。以上でキャッシュの削除が完了になります。それでは次にタスクキル。 待機中のアプリをすべて閉じるについて一緒に確認していきましょう。タスク切るはしない方がいいという意見もありますが結論からお伝えするとどちらでも問題ありません。個人的には過去の履歴が残っているのは好きではないため定期的にすべてのタスクを終了するようにしています。過去に利用したアプリは自分で閉じない限りは マルチタスク画面上で回帰している状態、休眠している状態になっています。実際の画面を見た方がわかりやすいと思いますので、まずはマルチタスク画面を表示します。スマホのトップ画面で丸一のように画面の下にある細いバーの部分を指で押しながら画面の中央部分まで移動して指を離します。3つボタンの方は 右側にある四角のボタタンをタップしますそうしますと複数のアプリが並んで表示される画面が表示されますので丸2のように指を左から右にスライドすると画面が右に移動し隠れているアプリが表示されます丸3のようにさらにスライドしていくと一番左側に「すべてクリア」というボタンが表示されます。丸4の すべてクリアをタップすると待機中のアプリをすべて閉じることができます。電源を切っても再起動しても待機中のアプリは消えませんのでその点は覚えておきましょう。タスク切る待機中のアプリをすべてクリアをした方がいいのかしない方がいいのかバッテリーや通信量の観点からどちらがいいのか という議論がよくありますが結論からお伝えするとバッテリー消費や通信量に際はほとんどありませんので使い方次第になりますタスクキルすべてをクリアをしない方はタスク画面をお気に入りのように使用されている方で特定の動画やコンテンツを何度も見たい場合に利用すると便利になりますタスクキルをしてしまうとアプリを再度タップして アプリのトップ画面から検索などをして特定の動画を探す必要があります。また YouTube 等の更新頻度の高いアプリでおすすめに表示された動画の一覧を続きから再度見たい場合にはタスクにアプリを残しておくのが便利になります。タスクキルをしてしまうと新たに別のおすすめ動画が表示されてしまい前回のおすすめ動画を 見ることができなくなります。このようにタスクキルをせずにその特性を生かして待機中のアプリをうまく利用することもできますので使い方次第と言えます。タスクキルすべてを閉じる、押した場合としない場合の通信量の違いはほとんどありません。その理由の一つ目としては最近のアプリは画像圧縮 サムネ用の画像生成、キャッシュの活用をしていますので、少ないデータ通信量で閲覧ができるようになっています。二つ目は、検索、カテゴリー、お気に入り追加など、特定のコンテンツが見つけやすいようになっています。そのため、タスクキルをして、再度アプリを立ち上げたとしても、データ通信量という観点では、それほど差異がないと言えます。また、アプリによっては、 タスクキルをしなくても一定期間で再読み込みが行われアプリのトップ画面に戻ってしまうというアプリもあります。このような点を考慮すると使い方次第でどちらを選択しても問題ないと言えます。それでは最後に Google アカウントの自動動機についても一緒に確認していきましょう。複数端末を同じアカウントで利用している場合には確実に オンにすることをお勧めいたします。オフにしても通信量やバッテリーの節約にはほとんどなりません。Google アカウントの自動動機は複数端末で同じアカウントを利用している場合には非常に便利かつ重要な機能になります。同じアプリを利用していても各端末で保存されている情報が異なると どの端末にどの情報を保存したかがわからなくなる場合がありますまた同期をオフにするメリットがない理由としてはデータ通信量にほとんど違いがないからになりますデータ自体はバックアップ時にクラウド上にデータが保存されますそのデータを利用してデータ内容が表示されるため同期という観点ではデータ通信量に違いはほとんどありません ただし実際に別の端末で同じデータを利用する場合にはクラウド上にあるデータを一度端末内にダウンロードしてから利用する必要がありダウンロードするための通信量が別途かかりますのでその点は注意が必要になります。その他の同期するためのデータについては検索履歴などのテキストデータになるため非常に小さなデータ量になります。 バッテリー消費についても消費量に違いはほとんどありませんアプリ利用時に同期が行われる可能性が高く同期するためのデータ量は小さいため電力消費量で表すと非常に小さい消費量になりますこのように Google アカウントの同期の重要性や同期によるデータ量の小さい点バッテリー消費量もほとんどない点を考慮すると自動同期を オフにする理由が見当たらないという結論になります。それでは次に Google アカウントの自動同期が実際にどうなっているかを一緒に確認していきましょう。まずは端末内より丸1の設定アプリを探してタップします。設定の詳細画面が表示されますので丸2のように画面を下にスライドします。丸3のシステム という項目が確認できるかと思いますのでシステムをタップしますシステムの詳細画面が表示されますので丸4のバックアップをタップしますバックアップの詳細画面が表示されますので丸5のように画面を下にスライドします丸6の Google アカウントのデータという項目が確認できるかと思いますので Google アカウントのデータをタップします。アカウントの同期に関する詳細画面が表示されますので、各アプリがオンになっているかを確認します。Google Play Movie TV については、利用していない場合にはオフでも問題ありません。その他の項目についてはオンにすることをお勧めいたします。以上で、 バッテリーストレージの節約に関する誤った認識4線、角の節約設定はダメについての説明を終了いたします。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また、有料メンバーシップにてコンビニで印刷できるテキストの提供も行っております。ご清聴ありがとうございました。